ポテトチップス、チーズ、チョコミルクを買って食べた。釣りをしてみたが全然釣れなかった。ちっちゃい魚がいっぱい泳いでいた。18時ごろ丘を越えて町の裏にある入り江にも行ってみた。浅い海が遠くまで広がっていた。のどかな風景だった。フライドチキンとポテトとジュースを食べて宿に帰った。明日の計画を練ろうと思った。宿でジュース買って飲んだ。12月15日木曜日8日目の出費。ワゴンタクシーが高かったね。宿代は4泊分を払ったんだね。まあもろもろで合計額は 12,130.32 円。はい、これはね、トンガのね、首都のね、ヌクアロファの近くの空港ですね。飛行機の時間までずっと待っていたということでございます。国内線の空港でございます。そして飛行機に乗り込んでですね、これはまだ飛行機に乗る前の空港の前で待っていた時の映像でございます。大きな木の下でね、ガジュマロなんでしょうかね、ちょっとよくわかんないんですけども、木陰の下で飛行機の時間を待っておりました。本当にローカルな空港って感じですよね。ちょっと暑かったですけどもね。そしてこれはバウバウ島のね、アイネフという市街地でございます。今日からこの島に滞在することにしましたよ。綺麗なね、教会とかも立っておりましたね。美しかったな。トンガという国に来たのも初めてなんだけども、さらにね、トンガのね、田舎の島までやってきましたよ。どんな旅になるのかな。トンガハイファイ島リフカ町で書き込んだ内容の日記の一部を読もうかな。12月15日、トンガの首都ヌクアロファの宿、アンジェリーゲストハウスより、タクシーで朝8時、空港へ2000円くらいして、高くて痛かったんだね。飛行機の時間が変更になった。PM13 時30分発ババウ島北へ100キロへ向かった。青い海と時々島が飛行機から見える。バウバウ島の中心地、ババウなんだっけ、まあいいや、中心地はネイアフ。宿はアドベンチャーゲストハウス。4泊して6000円くらい。港で釣りをした。青い魚が釣れた。入り江が
たつ、た、たくさん、入れがたくさんある島で、裏の海にも歩いて行ける。日本人、日本人が珍しく、みんな話しかけてくる。夜はフライドチキンを食べた。12月16日金曜日、旅9日目、2005年でございます。編集しているのは2020年の6月1日。宿の近くでチキンサンドとレモネードを食事した。釣り具屋さんもあったので針と重りを買った。そして宿で自転車を借りた。南に向け準備万端で出かけた。目に飛び込んでくるすべてのものをゆっくり見て見たくなる、そんな美しい風景が続いていく。でも起伏が激しくて坂を登るのが辛かった。さらに日差しもきつく、暑くて喉が渇いて大変だった。日焼けした肌が痒くて仕方ない。二つの陸地を結ぶ細い陸地の道が海を突っ切って走っていた。真っ青な海の中を自転車を漕いだ。釣りをしてみたくなった。小さな魚が跳ねている。だが、リールがカバンの中から。今回もね、動画の説明をしましょうかね。何動画分まとめて紹介します。よじつまの南太平洋、2005年の12月のからの旅なんですけどね。今回はね、なんかね、説明のところが長い、そういう動画になっております。同じ時間帯で分けていくとね、説明ばっかりのところとね、映像があるところとなってしまって、ちょっとね、編集しにくいんですけどね、このまま動画にしたいなと思っておりますので、よろしくお願いしますね。で、前回の説明まで、説明でどこまで行ったかというと、大韓航空で、インチョン経由でフィジーに行って、トンガまで来ましたね。トンガ、トンガの中の、ヌクアロファ、ヌクアロファから、船に乗ってオホヌアっていう、トンガタプ島からエウア島に来たわけですね。港町がオホヌア、そしてパンガイというところで泊まったんですね。そしてまあ観光とかして何泊かして、何泊したかちょっと忘れちゃいましたけども、でまたオホヌアから船に乗ってヌクアロファに戻ってきて、また何泊かして、そしてフアモツ国際空港から飛行機に乗ってバウアウ空港っていうのが、アイネフじゃなくてバウバウ諸島にあるんですよ。バウバウ諸島、ちょっとね、バウバウ諸島にあるんです。バウバウ諸島の
そして本島にね、バウバウ空港があって、そこからタクシー、ワゴン、乗り合いバスみたいなやつに乗って、アイネフという中心地に行って、で、何泊かして、このね、バウバウ本島、橋でつながってしまったとかもあるようなね、そういうところを、旅行しておりましたね。